はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスキ団電磁気役アニメ、学研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこちら、じゃじゃん。ネンドロイドプチー。はい、初めて買いました。あがつま善逸ですね。ネズコが欲しかったんだけどね。ネズコ。大人気で売り切れてたので、まあ、あるにはあったんですけど、なんていうのかな、転売価格的なのがあったので、まあって言うと失礼ですね。まあ、善逸でいいかっていう感じで、買ってみました。常にやってみたいことがあったので、もしも、この動画はね、皆さん見ていただいたら多分やりたいことがちょっとはできた後なのかもしれません。お楽しみに。はい、どうもいかがだったでしょうか。いやー、こうね、これでね、こういうのでね、こう撮ってみたんですよ。コマ撮りをね。で、まあコマ撮りをね、ネットで上げてる方のやつは、光学台とかに使う微動台を使われてたんですね。で、まあ微動台高いし、とりあえずこのフレキシブルなこいつでいいかなと思ってやってみたんですけど、いや、なんかね、自分で実際やってみて分かったね。なんで微動台を使ってるかっていうの。例えばこいつをこうジャンプさせようとすると、まっすぐ垂直に上がってくれないといけないわけですよ。だから、これだと垂直にこう上げらんないのに、綺麗に。その難しさだとか、あとは、ね、やっぱ水平にこう動かすのも難しかったりとかね。で、まあ今回はね、とりあえず自分の家でできるかどうか、試しにセッティングで自分の機材とかパソコンにできるかどうかで、まあとりあえず首を振るっていうだけをやったんですけど、これだけでも難しかったね。いやー、難しかった。まあね、なんでしょう。でもアニメワクワク研究室らしいかなという気はしました、撮ってて。いやー、もうね、この首ね、こう前逸が左右に振るだけの動画だけでも、やっぱりなんでしょう。振る前、振り終わった後、っていうのを考えて、で、その間に何コマっていうのがやっぱ必要なんだなっていうのが分かったりとか、このコマ撮り一つ撮るだけで、やっぱりどういう絵を撮りたいかっていう、このレイアウトの絵コンテが必要だったり、で、まあ振り始め、振り終わりっていうところの原画、で、その間のコマを埋める動画が必要だったりとかね。で、今回はすごい適当にやりましたけど、実際、じゃあどんな風にライティング当てるのかっていう撮影とかね。撮影とか、まあ、この後ろをちゃんと消すとかね。で、文字を入れたいのエフェクトだとか。いやー、なんかね、やってみて、なんか大変なんだろうなと思ってやったけど、想像よりもはるかに大変で。で、はるかに面白かったですね。で、音を間に入れたいとかね。で、なんでしょうね、結構、このコマ撮りをすれば、なんていうかな、アニメの一通りって言ったら失礼ですけど、まあ、おおよその流れとか、なんであれをみんなやってるのかっていうその必要性がよく分かってよかったかなっていう、感じですね。なんかね、買ってみてやってみようと思って、本当に数秒でいいから。だって1秒でもね、今撮ってるこの動画だと、FPS が30だから、1秒30フレームなわけですよ。30枚1秒に撮らなきゃいけないわけですよね。このフリームークだけで何秒かかるんだとかね。まあ、今回あまり考えずにパシャパシャ撮りましたけど、いやー、なかなか難しかったですね。もう逆に言うと、アニメってこれを手書きで書いてんだって思った瞬間、ちょっとゾッとしましたよね。やべーっていう。はい。まあね、まだまだ、この後ろのこの棒を消したりとかね、いろいろやんなきゃいけないこととか課題はいっぱいあるんですけど、まあまあ、楽しかったかなと思います。ネンドロイド。プッチ初めて買ったけどね。なかなかいい値段しましたけどね。この台入れると、台と、こうね、接着剤。で、まあ、全部で1万円いかないくらいだったかな。9000いくらだったんですけど、まあまあ、いいお勉強代だったんじゃないかなと思います。まあ、今後もね、こういうの続けていければなと思うんですけどね。結構時間かかる。まあ、ね、こんなんやってんだな、こうやって楽しんでいただければ幸いです。またね、アニメの話もしたいなと思います。それでは、バイバイ。私の手を当てないと、フォーカスが善逸に合わない。